まあいいわ、じゃあ血圧のやつが落ちたら、まずはどうぞ。そんで、食べたのが昨日の 夜ですね、はい、でその後何回も吐いてると、で水を少し飲んだ、水を飲んだと吐きます。さっきこう吐きそうになったんですけど、まだ出してない。ちょっと固定変わって、はい、貝が水分持ってて、流れてるんですよ。持ってますよ、その食べた貝を。あ、ごくごく一般的なやつですよね。はい、そうです。食事はだいたいいつも何グラムもらってるのかな。48グラムを2回、はい、あ、じゃあ前お聞きした時と同じぐらいですね、はい、それでもさ、すぐ食べちゃいます。そうですね、いろんなのかじっちゃうかもしれない。で、お皿舐めるぐらいに食べてます。はい、水、センター、活性炭、バーミキュライト、高級水性樹脂、エンジン。8時だったら、一番最後に飲むのは何時ですか？朝方4時です。4時。それにもなんか、こう、こういうの中身みたいなのが、なんか黒っぽいのが入って出てました。じゃあ、4時だったらまだ稼いでる。痛いとね、痛いとは言わないけど、たくすぐんだよね。あとね、これ、どうしたかいね。ここ、色ね、うん。ちょっと色悪い。で、あと押してね、元に戻る時間、白くなるじゃないですか。うん、元に戻るのが1秒以上かかってる。わ、うん、かります、うん、失われてる。循環血液量が下がってる。じゃあ今からですね、ちょっとお預かりしてもいいです、はい、でちょっと毛刈りますよ。血管確保して点滴して解毒します。それとあとレントゲンとかちょっと検査ささっとやらさせてもらって、で吐かせた方がよければ吐かせる薬、ただ無理やり吐かせるやつだから、それ無理やり吐かせることによって胃炎、まあもうすでに胃炎とか食道炎になってるけど、それは進んじゃうかもしれないですけど、それかもう場合によったらちょっとバリウム飲ませるかもしれないです。まずは単純酸素でね、様子見ていますね。夕方5時から7時だけど、まあちょっと遅い方がいいですね。6時から7時ぐらい、大体に受け付けもらえますか。で、外来で、そうだったら外来だし、入院した方が良ければ入院ですというお話をしたいと思います。いいです。はい、じゃあちょっと一回そこ入れて。で、今度で、うん、1枚で、名前入れて。